プールですよね、水の中のあの牡蠣がきっちりかけてるかね、ちょっと分かる、自分では分かれへんってことやねんけども、まずこれね、水の中で、まあ、実際に、まあ、例えばね、最後までグイッとこうね、あの書いてるつもりが実は上の方にグッとこう押し上げてたりとか、ちょっとあの手のひらが外が空いてて、あの水がちゃんと後ろに押せてへんってこともあるので、ほんでこれ意外とね、あの潜ってみても分からん時もあるので、ちょっと陸でね、ちょっと一個ちょっとやってほしい、あのテストがちょっとあるんやけども、こういうあの靴下でもボールでも何でもいいんで、一個ちょっと用意ね、まあ二つでもいいんで用意しといてくださいね。でこれで、まずあのシャドースイムってありますよね、あのシャドースイム、エアースイムかな、こうね、でそれを、まあ、体を90度に保ちます、ね、90度に曲げた状態でクロールを書いていってください、こうね、はい、でこの時に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とかでやっていて、10回目の時にこれ最後フィニッシュやと思うところでボールを、これこの靴下のボールをね、ピューンとこう投げてくださいね。でその時にね、まっすぐスコーンとボールがまっすぐ行ったら水の中もしっかりかけてるってことなんでね、はい。でこれがあの例えばスコーンって投げた時に山なりに上の方行ってしまうってことは、あの言うたらこうまっすぐ書いてるつもりがもういきなり上の方をぐーっと水を持ち上げるように書いてきてるってことなんで、ね、でこれがやっぱりスピードロスにもなるし、でましてボールが外側に流れるとかであれば、外側の方をぐっとこう書いてしまってるっていうのはね、押してるんじゃなしに外に開くように書いてしまってるってことになって、でこれもちょっと効率悪いと思うので、そういったテストを1個ちょっとやってみてください。実際僕は見本がてらやっていきます、ね、この状態ね、見にくいかないけるかな、ここしてみようかはい、こう普通にね、左でいきますね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 こういう感じね、9でピュンとこう投げるって感じね。でこの時今ここにパスンと当たったんで OK です、ね、でこれがハの字とかやったらこう流れてしまってたら向こうの方に行ってまうんで、ね、これは向こうの方に行ってまうからね、これはロスになるし、まして持ち上げるように投げてしまってたら山なりにねボールが行ってまうん でこれはアウトです。で必ず、ま、あのストレートにヒュッヒュッと投げれるようにちょっとね、あの訓練ねやってもらったら水の中でも割合まっすぐかけれるようになってくると思うんで、はい、でこれをまずはゆっくりゆっくりしたフォームでやってもらって、で慣れてきたらダッシュで、ね、ちょっと右でいくのもダッシュね、ダッシュでやっていきますこれ、ね、ダッシュの時も同じような感じでパーンスパーンってまっすぐねストレートが投げれるようになったら水の中もしっかりかけてるってことになってくるんで、はい、これを一回ちょっと確かめて見て修正してもらってください。以上です。